今回で5回目、時間よ止まれですね。えーまあ、前回までで次元爆弾の爆発期限が迫っている中で、一人爆弾の解除を行うアムロというとこまでが先、あの、解説した話でした、えー。今回もですね、ちょっとあの、無料の終わりでですね、あの、追加解説します。では、機動戦士ガンダム14話ですね。時間よ止まれ、最後の解説、スタートです。 機動戦士ガンダム第14話です、えー、時間よ止まれ B パートの後半です、えー、これで最後になると思います頑張ってみますえー、ブライトさんひどあ未来さんひどいのねというフラウボのところまでで前半が終わりました、えー、状況はですね爆弾がようやっとですね3個目にかかったあたりですね外そうとしてるあたりですでさてなんかあの このですね、えー、誰かその仕事に向いてるものが爆弾を外せばいいんだって適材適所っていう考え方っていうのはそれはもう安易にですね誰が犠牲になるのかこの人しかないっていうのをもう理屈で決めてしまう論理で決めてしまえるんですねで決められた側はそれを自分の義務だと受け止めるしかなくてで逃れた側は見物するしかないとそれに対して罪悪感もあるのでせめてあの見てようと思う。 ホワイトベースのブリッジで見てる人たちの気持ちというのはここから目を離してはいけないっていう義務感と自分たちはあそこの現場に行かなくてよかったっていう安堵感と同時に罪悪感といろんな気持ちがないまぜになってるからフラウボーから痛いところを突かれるとそんなことは百も承知なんだけどっていうふうに思いながらも全員が気持ちが一つにならないと。だからあのもともと アムロが町田さんに対してかっこつけようとして出撃したのが原因なんですけどもこの町田さんもこの状況を知りもしないというところがこの話数のすごいところです。あの僕がやっぱりいつも考えちゃうのはこれ普通の演出家がやったらどうなるのか普通のシナリオがやったらどうなるのかっていうと町田さんに知らせちゃうんんですね。で町田さんが駆けつけたりするっていうような余計なドラマを入れると。そうすると なんかね、お話としては盛り上がる気がするんですけども実は純粋性が失,失われていくんですね。あくまでこのサスペンスですねそのジオンの名もない兵隊対ホワイトベースの素人たちっていう1対1の対決のサスペンスがいろんなものを入れすぎちゃうとどんどんね緊張が薄れていくんです、ね、そうじゃなくてもう本当に無駄な人物とか無駄な動きっていうのを極力排して作った緊張感がなくなっていく。 でこのアムロがですね一人で黙々と爆弾を外さなきゃいけないっていうのが前半に出てきた町田さんの寝るのもパイロットの仕事ですっていう適材適所の考え方やるべきことをやる人間がやらなきゃいけないんだっていうことに対する、まあ、答えにもなってるんですね全体のです伏線になっているですねで徐々にですね ジオンのクアラン側もですね、表情が変わってきます。えー、とっくにモビルスーツを捨てて逃げ出すんだと。だから、誰も死人は出なくて、自分たちが勝つんだと思ってたんですけども。ところが、案外連邦軍の奴らが頑張ってしまうと、頑張るなっていうふうに。あの、思わず言っちゃうんですね。うん、頑張るなっていうふうに言っちゃうんです。アムロはそれに対して。もういくつ取り付けられているかわからない爆弾、ガンダムの顔の爆弾っていうの。を よっと外しますでそう外しながらガンダム、えー、とアムロの頭の中でもう本当にずっと妄想してるんですよ。今この瞬間爆発したらガンダムはもちろん僕だってっていうことでガンダムが大爆発する絵っていうのがアムロの中にリアルにこう浮かんでくるシーンっていうのが書かれてるんですね。アムロだってその爆弾を外すことにずっと集中してるわけじゃなくてもう今爆発するかもしれないもう次の瞬間かも分かんないっていうふうにドキドキしながらずっと作業を続けてると。で 高みの見物を決めているクアランたちですね。クアランがあと1個か2個だろうっていうふうに言うと、えー、ソルがそのはずです。粘るじゃないかっていうふうにクアランが驚きます。どんな奴がやってんでしょうっていうふうに何気なく言ってるんですね。これもさっきのあのもう本当に、えー、と、リラックスしてるのはどんなポーズかっていう答え合わせのこのカットなんですけど、これずっとね、本当に何回も使うんですね。で、このどんな奴がやってるんでしょうっていうのが、 おそらくこのガンダムのターニングポイント、この回のターニングポイントなんですね。こっから話が変わってしまいます。これまではそのジオン側の若者たちが退屈しのぎにガンダムを襲った、うまくいくかどうかわかんないで。彼らにとってはゲームみたいなもんなんですけども、どんなやつがやってるんでしょうっていうような人に興味を持ってしまったんですね。アムロが前半でジオンじゃなくてジオンの兵隊が個別で むき出しのバイクに乗ってるのを見て撃てなくなってしまったのと全く同じように彼らジオン兵もですね連邦じゃなくてどんなやつがやってんでしょうとパイロットがたった一人残って他に誰も助け呼ばずに爆弾外してるということからいつ爆発するかわかんないだからあいつは死ぬ覚悟でやってるんだっていうのはわかるんですねどんなやつがやってんだろうというふうについに人間に興味を持ってしまったんですこれでこのお話っていうのはターニングポイントを迎えます。で あの桑なんかいくらなんでも次元装置には気が付いてんだろうそれでやってるとなりゃよっぽど勇敢なやつ,やつだろうさっていうふうに言うと「勇敢なやつですか?」っていうふうに聞き返されてみ,みんなが笑いますそれは勇敢なのかバカなのか分かんない少なくとも俺たちにはないような勇敢なやつだよな,なんか俺たちみたいに気楽な兵隊じゃなくてまあ立派な士官様なんだろうなっていうふうに思わず笑っちゃうわけですね「ハハハ」っていうふうに全員で声を揃えて笑います。 アムロはその頃ですね、えー、ランドセルについている4個目の爆弾をようやっと取り外します。 え構図に注意してください。これはあのホワイトベースが後ろにあるんですけども、さっきまでの地面に近い位置のカメラではなくて、かなり高い位置のカメラです。だからホワイトベースが俯瞰、いわゆる見下ろして見れるんですね。アムロが作業しているのがわかるのと同時にホワイトベースは割と距離を取った後ろにいるっていうのがわかる構図になっています。で、これもですね、まあもうちょっと上手い絵の描き方があるんでしょうけども、アムロの顔を含めて、今回はそんなに調子がいい作画ではないですね。 で、やっとこの、えー、4つ目も外れます。で、えー、時間かかりますね、出てきませんよっていうふうにクアランたちがずっと双眼鏡を覗きながら相談してます。見せろ、背中の方に回ってんだな、そろそろ時間だぜっていうふうに言うとですね、あのアムロがですね、えー、後ろからクレーン車がこう現れてくるんですね。で、アムロがついに、 最後の爆弾ですね、えー。腕の下の爆弾を見つけますですね、えー。アムロが閉まったと自分がこのなんだろうなガンダムから降りた時に取らせた姿勢ですね。一応爆弾を避けたつもりだったけれども一箇所だけ見逃しがあったんです。でこの位置にあるとのわかってアムロはその場で地面をガーッと指で掘り出します。もう本当に、えー、助けを呼ぶでもなくスコップとかを やるでもなく、とりあえず1秒でも早くこの爆弾を外そうとしてガーッと手を掘り出すんですねそうするとブリッジでそれをずっと見ていたブライトたちもですねすごいですねパニックになりますアムロっていうふうにブライトさんが叫ぶと横で爆弾の専門家のオムルさんがですねダメだアムロっていうふうに言いますでもうアムロはそれに対してずっと地面を引っかくしかできないんですねで全然ですね間に合いそうにありませんでえブライトさんがですねよし 手と足をちょっと上げるだけなら後を頼むと言って、ブライトさんは我慢できなくなってブリッジを後にして走り出してしまいます。手と足をちょっと動かすだけならっていうふうに言い訳は言ってるんですけども、さっきまでフラウボーにですね、苦虫を噛みつぶしたようにというかです、ね、大人の姿勢でこれでいいんだと言っていた同じ人物が後を頼むと言ってその場で走り出しちゃうんですね。で、それに対してですね、竜と はやも駆け出してしまいます。で、もう全員命令違反でですね、アムロの元へ走り出しちゃうんですね。で、お前らはホワイトベースに待機してるんだっていうふうにですね、ブライトさんは言ってるんですけど、ブライトさんのさらに前をですね、何も言わない開始点が走ってしまうというですね、この状態ですね。僕は本当にガンダムは開始点の動きを見ていると、なんかこう分かりやすくなるっていうんですけど、これもですね、ブライトさんの前を走らせてるっていうところに、 演出の妙があるんですね。ブライトさんの後を走らせてるんだったらブライトさんがもう間に合わないよしちょっと動かすだけならって走り出すっていうのでお話整合性取れるんですけどそうじゃなくてそんなことをブライトさんが悩んでる間にもうアムロの近くにいるパイロット仲間たちが先に走り出してしまっていたということを無言で見せるためにこのブライトさんの手前に階を配置するってことをやるんですよこの辺がそのなんだろうな あの演出ののさみたいなもんです、ね、僕らはいちいちそういうことを理屈でああブライトさんより先に走ってたんだなっていうふうに考えないんですけども大声でセリフで今の状況や今の気持ちを説明しているブライトさんより前に動いている人物がいるということを見ることによって僕らの中であホワイトベースの仲間は今一つになったんだとずーっと本当にバラバラだったホワイトベースのクルーが 多分この14話のこの瞬間でようやっと一つになれたっていうのがわかるシーンなんです。でえー、とブライトさんがですねバギーに乗って。 竜と隼人を乗せてですね、ガーッと走り出します。で、すかさず2代目のバギーですね。えー、落ち着いていたはずのセーラさんとですね、なんかこう、霊笑的に見ていたカイシデンと、あと一番心配していたフラウボですね。全く役に立たないんですよ、この回。役に立たないんですけど、フラウボも一緒に乗ってですね、アムロの表へバーッと走り出します。バギーが2台で走り出す。で、これも1台でもいいはず。 ですし、3台以上でもいいんですけども、2台である理由が後でわかるんですけども、2台で走り出します。で、えー、ずっとですね、このアムロの方は、あの、描写されてません。で、ようやっとですね、バギーが走っていって近づくとですね、次にアムロが、えって言って振り向くと、 その後ろにですね、竜さんがパッと手をつく。そうすると、飛び箱で飛ぶようにしてですね、えー、隼人が上にポンって飛び乗るんですね。ものすごくうまい作画です。この手をついた瞬間に後ろから飛び箱みたいに竜の背中に手をついて、隼人がポンと上に上がって、でその次のカットでコックピットの中に隼人がスッと体を滑り込ませてですね、でガンダムの,あの左のレバーを操作します。そうすると、ガンダムの腕がゆっくり持ち上がるんですね。あのー、 多分ですね、これを、なんかいちいちこのカットを見せないとですね、えー、ガンダムトリビアみたいなものでですね、えー、はや、えー、はやとはガンダムを運転したことがあるっていうクイズを出したらみんな言いえの方に行っちゃうと思うんですけどもですね、<laughs> まあ正解ははいなんですけどもですね、こういうふうにですね、はやとが ただ一回だけガンダムを操縦したシーンにもなるんですけど僕やっぱこの作画のうまさですね。これまでずっと貯めてて、うまい作画のメンバーをここに配置したから、ポンとこの、なんだろうな、すごく自然に、えー、すごく自然に飛び箱飛ぶみたいな演技できるんですけども、本当にここら辺の気持ちがいいです、動きが。えー、で、腕を操作して持ち上げます。で、ブライトが、よし、そこまでだっていうふうに言うと、 ジオンで見てる側のクアランがですね、えー、1分20秒だ、間に合わねえのか、もうあの何をやってるのかよく分からないですね、遠くから見てる。ただクアランは明らかにもう心配しちゃってるんですね。ずっと倒したいから高みの見物で、で 手品の代わりの自分たちのレジャーだと思ってたことが、いつの間にかもうしっかりと心配してしまってるわけです。すでにガンダムを心配してしまってる。で、やっと最後、腕を動かしてくれたおかげでアムロが最後の1個の爆弾を外します。で、頼みますっていうふうに言って、えー、バギーの後ろにですね、毛布が敷いてあるんですね。毛布が敷いてある。そこに爆弾が5個丁寧に載せてあるんですけど、そこにアムロが6個目を丁寧に載せると、 よっしゃ、1キロだけ離れるぜと、大張り切りで,で、ね開始電がいて、このアムロとカイが、アムロもその同じバギーに乗るんですけども、バギーに乗って爆弾を乗せたバギーが、ガーっと走り出すんですね。で、もう1台の竜と隼人を乗せたバギーもついてきます。これ、何のためかっていうと、もうバギーに乗り捨てようとしてるんですね。いちいち、その振動が怖いんですよ。 だから、丁寧に外して毛布の上に載せてで、えー、運んで1キロ離れたところでこの6個の爆弾を次々と捨てるということがもう怖くてできないんですね。だからバギー1台目を乗り捨てるそのための2台必要だったんですけど1台目を乗り捨ててで、えー、2台目に乗り換えようとして2台目がついてくるんですねで,で1キロ離れたところでカイとアムロはです、ね、バギーを乗り捨ててです、ね、2台目のやつに乗ります。で ところがですね。えー、まあ、あのジオンの方はですね。ちょっとここで我に返ってち全部外したのかよっていう風にソルが言ってしまいます。クアランがあと18秒だと言います。クアランの方はもう心配するモードに入ってるんですけども一緒にですね。作品やってた。ソルの方はまだ自分のやってることにちょっと未練があって全部外しちゃったんだ。ああ、これで失敗だ。ジオンに帰れないっていう風な気持ちになってます。